皆さんこんにちは。今回の授業は三角関数の不定積分について話をしていきます。まずオープニングのテーマを確認していきましょう。はい、タイトル名を見ると三角関数の不定積分（括弧 1） と書いてあります。三角関数の不定積分の公式は今回と次の回と2回にわたって話をしていきます。まずね。 この記号をもう一度確認しておきましょうちょっと黄色とか赤のチョークを使って見やすい形わかりやすい形で説明していきますそうここの赤の小括弧の波線の式を具体的に探し求めることが不定積分なんです。では この赤の波線の小括弧ね。この赤の波線の小括弧の式を x で微分すると fx にならなくてはまずいわけです。赤の小括弧の波線の式を x で微分すると fx になる。この、このような赤の波線の小括弧の式を求めることが関数を積分するというわけです。はい。この式の意味ね。黄色の fx と 赤の波線の小括弧を微分したら黄色の f x の式に等しくならなくちゃいけないわけこの赤の小括弧の波線の式を具体的に発見していくわけ。そのためにはね皆さんねそのためにはね微分の公式微分の公式がしっかりと理解できてると積分の公式もすぐに覚えられるんです。そこをね そこをね、ちょっと時間をかけてゆっくりと説明しますから、しっかりと話を聞いておいてください。では、丸 ③。この丸 ③ の意味は分かってるかな前回と前々回と積分の話が始まってきたわけです。その時に公式に対して投資番号を打つということで、第1回目の授業で公式丸 ①、第2回目の授業で公式丸 ② を説明したわけ。 今日は三回目の不定積分の話ね公式丸三、公式丸四を解説していきますでは丸三のね丸三のこの最初の式をゆっくりと見てください。ササイインン小括弧ダッッダシュね、サイン X を微分したら何になりますサイン、X、を微分すると確かコサ cos になったよね。そう微分したらコサインになるもの微分したらコサインになるものはサ sin のわけです。 この関係式をインテグラル DX を使った積分の式でね書き換えると赤の四角の関係式ができるんです。インテグラルコサイン x d x イコールサイン x プラスしねこのインテグラルコサイン x d x というのは微分したらコサイン x 微分したらコサイン x になる式を探し求めてるわけ。この上の上式で sinx を微分したら cosx になるから cosx の不定積分は sinx になるわけですそしてこの後ろにプラスラージ C プラスラージ C の意味は分かってるねこのラージ C は積分定数ですよこのプラス C という積分定数をつけるのを忘れないようにしてください黒板にはねあえてラージ C は積分定数とは書いてないけどもラージ C は積分定数と思ってみてちょうだいね ではその次公式丸四の説明をします。今ここにはね小括弧の中にマイナスコサイン x が書いてあります。マイナスコサイン x を微分するとマイナスコサイン x を微分するとどうなります？最初のマイナスはそのまんまマイナスの符号として採用されます。コサイン x コサイン x の微分は何でしたっけ？コサイン x の微分は確かマイナス sinx なんです。 そうするとマイナスとマイナスが掛け合わさってイコールサイン X になりますよね。そうです。マイナスコサイン X を微分したら確かにサイン X になりました。この関係式をインテグラルという積分の記号を使って書き換えるとこの二つ目の式が完成するわけです。インテグラルサイン XDX イコールマイナスコサイン X プラスラスージ、c、ですいいよね。マイナスコサイン X を微分したら間違いなくサイン x になりましたよね。マイナスコサイン X をダッシュ微分したら確かにサイン x になりますよね。この関係がインテグラルサイン x d x イコールマイナスコサイン x プラスラージ c です。このプラスラージ c をお尻のところに書くのを忘れないようにしてくださいね。はい。 これが4つ目の公式です。今回の授業のテーマはコサイン X の積分とサイインンのの積積分分とね、このポイント三、ポイント四のところねこの赤の四角ねこれがちゃんと使えるかどうかを確認していきます。ではそろそろ問題1に入っていきます。はい問題1が出てますね。 問題1はインテグララル倍倍の3 x プラス3倍のプスコとじ x を求めようですはいこの計算式はどういうふうにやるのかもう理解できてるよねそう積分できる式をしっかりと見て今回のオープニングのテーマの公式を使えばいいわけです。では「与式イコール」っていう形で書き始めます。 式イコールはい積分のこの式はどのように処理したらいいんだっけここについている係数の2はインテグラルの前に出されますね。そしてまず慣れてきたらねいちいち書き換える必要ないけどもまだ慣れてなかったら係数はインテグラルの前に追い出せるそして sinxdx ね。 でここがプラスだったら足すことのここがプラスだったらプラスをつけて3倍の cos x の係数の3はインテグラルの前に出せます。これがまず最初のこの式の見方なんだよね。2とか3とかはイン,テグラルインテグラルの前に係数として追い出す。 そしてここがプラスだったらここがプラスだったらインテグラル同士をプラスでつないであげればいいわけ。さてと今回のね授業のポイントは何だったかっていうとインテグラルいいですかサインが先に出てきてるねインテグラルサイン x d x ね。イインンテグラルサ XDX は。 マイナスコサインになるわけですマイナスコサイン X ね積分定数のラージ C はプラスラージ C はちょっと省略するよそしてインテグラルコサイン XDX はこちらはサイン X になるわけですこれがオープニングの ところで話したポイントです。sin x の積分はマイナス c o s i x c o s i x の積分は sin x ね。はい。これをしっかりと覚えるんだよ。そして符号を間違えないでね。sin を積分するとマイナス c o s ンね。c o s ンを積分すると sin ね。符号を間違えちゃダメだよ。これを使ってあげると、白のチョークで回答を続けるね。イコール2だよね。 sin x の積分はマイナス cos x プラス三倍の cos x の積分は sin x そしてここで積分が一通り終わったら最後に積分定数の large c をプラス large c とつければよけ 符号をちょっと整理して書き出してあげると、マイナスサイン x マイナスにコサイン x プラスラージシ、c は積分定数。ちょっと c は積分定数はこの下に入れましょう。 ススペースがあるからはいちょっとね影になって見えなかったと思うけども下から3行目の式ねこれを3倍の3 x マイナス2倍の c o s i x と書き直しただけ。 プラスラージシラージシはそのままね。ラージシは積分定数です。はい。問題一の計算のやり方いいね。どこの関数を積分するか。サインエックスとコサインエックスね、えー。ここのプラスの符号とか係数の二倍三倍はそのまんまこのように分解されるわけです。 はい、では問題一の解説はここまでとしますね。はい、問題二が出てますね。問題二の式はインテグラル2マイナスタンジェントシータ括弧閉コサインシータディシータです。確かにここにはね、いつも扱っている x ではなくてシータになってますけれども考え方は同じです。 取り扱う変数はシータになってますけども考え方は同じです。でもちょっと見るとあれっていう気がするよね。今日学習していることは今日学習していることはサイン x の不定積分はマイナスコサイン x、コサイン x の不定積分はサイン x、それがオープニングのポイントだったわけです。ところがここにタンジェントシータがいますよね。そう今日の授業のテーマでは タンジェントの不定積分は触れてないわけです見かけ上タンジェントがいるだけなんです見かけ上ね見かけ上というのはここなんですね予式イコールインテグラル2マイナスねタンジェントシータって書いてあるけどもタンジェントシータっていうのはさ君たちさ コサインとサインで書き直したでしょうタンジェントシーターはコサインシーター分のサインシーターに書き直すことができたわけですそうなんですねこの問題には見かけ上タンジェントシーターがここにありますけどもタンジェントシーターをコサインシーター分のサインシーターに直して 後ろについているこのコサインシーターを小括弧の式に対してポンポンと展開整理してあげればコサインとサインだけの式になってしまうわけですそうするとコサインシーターを小括弧の中に掛け算してあげます2コサインシーターね そしてその次はコサインシータとコサインシータが約分で消えてコサインシータとコサインシータが約分で消えてここがマイナスサインシータカッコ閉じ T シータになったわけですあとはここだけだよねちょっと赤線引くね赤線と赤の波線のところね慣れてきたらね にはそのまんまこのマイナスもそのまんまにしてコサインシーターの積分の関係式サインシーターの積分の関係式を書けばいいわけねそうすると慣れてきたらもう少し慣れてきたよねにはそのまんまコサインシーターコサインねコサインの積分はサインなんですコサインの積分はサインね 次ここのマイナスをそのまま書いて赤波線のサインを積分するサインの積分はマイナスコサインサインの積分はマイナスコサインね一通り積分が完了したらプラスラージ C そしてこの後ろにも書いちゃいます C は積分定数です ここに使った文字ラーージシは積分ですねあとはこの式を整理してあげるとはい整理するといってもこうマイナスマイナスだから符号をプラスに書き換えただけです。 はい、少し慣れてきたらこのように計算できることがいいわけそして今回のこの問題に対してのポイントねこの問題に対してのポイントはここだったんですこの上の2行なんですあこちらにこちらのポイントマークにしましょうかそうなんですはいここに見かけ上タンンジェントシーターが入っていたけどもタンンジェントをコサイン分のサインに書き換えると積分すべき式はコサインとサインだけになったんですそしてオープニングのポイントで説明した 公式 ③、公式 ④ を使って、赤の赤線の箇所、そして赤の波線の箇所を計算していったわけです。はい、問題2の全体の流れわかりましたね。いいですか。計算、積分できる関数を、積分できる関数をしっかりと書き出して、その部分だけ公式を使っていけばよかったわけです。では問題2の解説はここまでとしますね。 今日の授業をまとめておきます君たちに覚えてほしい公式ははい丸三番の赤四角言葉で覚えるんだよ。コサインの積分はコサインの積分はサインコサインの積分はサインねそれに対してサインの積分サインの積分はマイナスコサインサインの積分はマイナスコサインねちゃんと言葉で覚えるんだよ。コサインの積分がサイン。 サインの積分はマイナスコサインねこれだけ覚えておけばあとはこの後ろにおまけとなる積分定数ねプラスラージ C をつけてあげるだけです特にねサインの積分はマイナスコサインでここが符号マイナスがつきますからここだけしっかり押さえておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした